YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの鈴木です。はい、お久しぶりの海外入荷動画です。今回はですね、私一人なんですけど、はい、このように、アメリカからたくさん入ってきてます。まあ、先週までですね、ちょっとヨーロッパの方、私いたんで、結構ヨーロッパものばっかり見ていたんですけど、また改めて米軍のものを見ると、結構新鮮な気持ちになってくるので、今回、ある程度ですね、目玉の商品いくつか入っていますので、ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、はい、まあ、こんな感じで袋に入ってるんですが、ちょっと開けていきたいと思います。はい、こちらです。まあ、これはですね、フィールドジャケットの方のライナーになっています。先日ですね、モッツコートのちょい着丈が長めのものが結構入ったと思うんですけど、こちらはですね、フィールドジャケットのもので、着丈が短めのものになっています。ちなみにですね、これ実はこのオニオンキルト、ひょうたんステッチとかとも呼ばれてるんですけど、これですね、パッと見の見分け方としてフィールドジャケットの短い方って実はステッチが横なんですよ、こっち向き。で、縦長の、コートの方のライナーっていうものはこういう縦のステッチになっているので、これですね、結構パッと見分けつかないと思うんですけど、こういう感じで見ると、ジャケット用、コート用っていうような形が一目瞭然でわかるので、おすすめな見分け方になっています。はい、でこのライナーの次、こちらですね。これは、少量なんですけど、はい、このタフなナイロンはじゃじゃんと、はい、ダッフルバッグでございます。まあ、これはですね、このようにストラップがついているので、背中に背負うことも可能なこのようなですね、ヘビーなナイロン素材のダッフルバッグです。このようにですね、さらに通して、でこのようにですね、ストラップで留めるという感じで、はい、こんな感じで袋状になった巨大なですね、バッグになっています。まあ、こういった感じで横で持つこともできますし、まあ、こういった US のステンシルも効いてますね。まあ、これ人気のアイテムなんですけど、今回ちょっと少量だけ入荷することできました。はい、続いてはこちら、巨大な箱にはこのように米軍の N-3B のフライトジャケットも再入荷しております。まあ、これ結構ファーの感じから見ると状態も綺麗なので、おそらくデッドストックに近い状態なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これ以外にもですね、このようにすごいこの厳重に包まれた、こういった感じで真空パックに入っているものだったりとかもありますので、ある程度状態は綺麗なものが多いんじゃないかなと思います。これも冬のヘビーなアウターとしての代表格としてのアイテムですので、お探しの方多いんじゃないでしょうか。おすすめです。はい、続いてはですね、こちらもはやワイパーの顔とも言ってもいい商品だと思います。こちらエクワックスのGen3 のホリッジのフリースですね。これはユーズドコンディションになります。実際に今回もこれぐらいまとまった数のですね、1パレットにこれだけユーズドのコンディション入っていますし、あとはそちらだったりとか、こっちにもこの箱もですね、全部ホリッジのフリースになってます。さらにわずかにですね、コヨテの方も入荷しているんですが、このようにですね、ユーズドまとまった数入荷しています。でこれもですね、大変毎回ご好評いただいている特価のフリース、こちらにですね備えてちょっと準備をしていきたいと思いますので、検品をして状態な綺麗なものをファーストクオリティで、さらにですね通常のものと仕分けをしていきたいと思いますので、次の開催をですねぜひ楽しみにしていてください。はい、続いてはですね、こちらです。まあ、これはですね、以前から海外入荷でちょこちょこ定期的にご紹介できているアイテムですが、米軍のですねフィールドデスクになります。木材の木の素材にさらにこの鉄板のですね縁がついてる、非常に堅牢な、フィールドデスクという名前の通りですね、野外で使うものに適した、素材感のある、机になっております。でこれですね、広げると、机と引き出しとさらに椅子がついていますので、まあ、キャンプであったりとか、まあ、キャンプだとちょっと重たいかもしれないですけど、あとはですねベランダだったりとかガレージとか、そういったところにですね置いてラフに使ってもいいんじゃないかなって思います。であとこれ余談なんですけど、ヨーロッパのですねいろんなミリタリー倉庫を各国回ったんですけど、それぞれですね結構その自分たちの事務所とかのその商談スペースにですね、自国のこういったフィールドデスクとかをですね構えて、広げてその商談机にしてるっていうような方結構いらっしゃいました。ですのでそういった、なかなか珍しいかもしれないですけど、オフィスとかに合う方はですね雰囲気抜群のアイテムなんで、そういった使い方もいいんじゃないでしょうか。おすすめです。はい、続いてはですね、こちら、これすごい日が入ってるんで、これ白飛びしてないかちょっと心配なんですけど、分かりますかね。これこちら全部袋入りの新品でございます。これもですね米軍のフライヤーズのアラミドの、アンダーシャツ、こういったですねタートルネックのアンダーシャツになります。こういった感じです。この見た感じ、このワッフル地の非常に柔らかくて伸縮性に富んだアンダーウェアなんですけど、こちらですね素材にアラミド繊維を使用しているんですよ。いわゆるその難燃繊維ってやつですね。有名なところでいうとCWU のフライトジャケットとかに使われるような燃えにくいような素材になっていますね。こういった感じで少し光沢感のあるワッフル地にこのように冬場に重宝するようなタートルネックの仕様になっている実物のですねアンダーシャツになります。はい、こういった感じですね。CWU-44P アンダーシャツフライヤーズアンチエクスポーザーアラミドラージっていうような形で、これで L サイズ、こういった感じですね。はい、冬のアンダーシャツとしていいんじゃないでしょうか。袋入りの新品ですので、このようにですね状態も非常に綺麗なのでおすすめになっています。結構大量な数入荷してきたので、これはですね非常に良さそうなアイテムです。続いてはこちらですね。ちょっと暑いんで脱ぎますね。はい、続いてはですねこちらです。これはちょっと変わり種かもしれませんが、はい、超々有名なアイテムです。はい、こちらですね。米軍のフィッシュテールパーカー M65 パーカーのデッドストックのフードだけ入荷しました。このようにですね非常にこちらのファーもですね綺麗な状態でデッドストックということなので、新品のシェルだったりとか、例えばシェルのみだったりシェルとライナーしか持ってないよっていう方も結構いらっしゃると思うので、そういった方はですねフードまでつけてフルセット着用したいという方はちょうどいいようなアイテムだと思います。はい、ということで、貴重なデッドストックなので、はい、フード単体ですがおすすめになってます。はい、続いてはこちらですね。これは先日うちのリメイクでも大変ご好評いただいた、はい、こちらナイトデザートパターンになります。ナイトデザートカモの、はい、オーバーコートですね。こちらです。形としてはですねこのように M65 を彷彿とさせるフィッシュテールデザイン でさらにこのようなですね結構ストリートブランドとかでもサンプリングしているようなイメージが強いこういったナイトデザートカモのパーカーになります。このようにですねコットンのあくまでオーバーコートですので、アウターの上から着るようなデザインになっているので、保温性だったりとかはないんですけど、これもですね同様にライナーを取り付けて保温性を確保することもできるので、はい、このようにですね着ること可能になっています。これももしご要望あればですねこちら、貫通ポケットになっているので、これもパンツと同様にですねコートとして成立するようなこのようなですねポケット袋をつけてもいいかもしれないです。こういったリメイクもしご希望あればぜひコメント欄までお願いします。さらにちなみにですねこちらは全部 M65 のフードになっています。で、続いてこちらですね。これも結構な数、450枚なんですけど、こちらです。はい、これですね米軍のゴールドのブレードがついたサイドラインのパンツになります。ちなみにですねちょっとこういったドレッシーな感じなんですけど、れっきとした米軍のアイテムになっています。 DSCP ですね。でこれがですね案外このちょっとこんな感じでどうかなっていうふうに思う方多いかもしれないんですけど、結構ニードルスとかのトレーニングパンツとかでこれぐらいの太さのパンツラインつけてるようなパンツとか結構トレーニングパンツ多いと思うので、結構そういった感じで履けるんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにこのようにですね裾は未処理になっていますので、自分の丈に合わせてお好みで丈詰めして履くことができます。実物新品のデッドストックになっています。これはですね結構いいと思いますよ。夏場とか T シャツ1枚でパンツラインで主張して履くっていうのもありかもしれないです。おすすめです。はい、続いてはですねこちらです。これは毎年人気のもう冬の定番アイテムといえるこのような、はい、レベル7のジャケットも入荷しております。状態は綺麗ですが、おそらくユーズと新品混ざっているような感じだと思います。これでサイズはラージロング、その他にもラージレギュラーとか、このようなですね落書きが入っているようなユーズドコンディションだったりとかも混ざっています。これらですね、毎回少量ずつ少しずつ入荷するんですけど、毎回ですね再入荷するたんびに即完売してしまうような人気のアイテムになってます。確実に狙ってるという方はですね、ぜひサイトの方で再入荷通知をしていただけるとですね、再入荷した際にご連絡がいくようになっていますので活用ください。はい、続いてはですね、こちら米軍からバックパックが入荷しております。こういった感じです。ランドセルみたいなこういったボックス型のシルエットなんですけど、これですね、コミュニケーションエクイプメントケースっていうような名前だったので、おそらくですねペリカンみたいなああいうハードカバー、ハードケースを収納できるようなこういったですねスクエア状のボックス型のですねパッド入りの結構肉厚なふかふかなパッドが入ったこのようなバックパックになっております。ある意味この四角いデザインで型崩れしないような形なので、普段の日常のものとかそんなに量が多くないよっていう方はですね、これぐらいの容量でも十分使えると思いますので、日々のデイパックとしてもなかなかいいんじゃないでしょうか。ちなみにですね、このようにバックルもですね ITW ネクサスのものが使われていたりと、ミルスペックに恥じないような付属品だったりとか、素材感もですね非常に堅牢なナイロンを使っているので、こんな感じでこういうような感じになってます。はい、またしてもですねこちらポリッチのフリース入ってます。こういった感じで今回ですねデッドストックも入ってるんですよ。わかりますかね、このタグがついてるこちらデッドストックも入荷しています。でさらにこれですね、面白いのがほらこれ USMC 海兵隊のロゴがついたリアル米軍の箱なんですけど、この米軍に似つかわしくないこの「トイズ・フォー・トッツ」って書いてるのってこれご存知ですか？これなんですけど、これどうやらですね海兵隊の、プログラムということで、米国内の、親がですね所得が低くてこの貧しい子どもたちに向けて海兵隊がですねおもちゃをプレゼントするっていうようなプログラムがあるらしいですよ。どうやら多分それに関連した箱らしいんですけど、さすが米軍直で入荷しているようなアイテムですので、こういった実物の箱で入ってくるっていうのもちょっと面白いポイントだと思います。トイズ・フォー・トッツということで、こちら書いてるようにサンタクロースのマークが、これもだから USMC の中の一つのイベントらしいですよ。はい、ちょっと話飛びましたけど、はい、こちらがですね目玉になってます。はい、袋入りの札付きデッドストックがこれだけ入ってます。ざっとですね100枚以上はこのようにですね今回デッドストックの袋入りで入荷することできました。実際にですねユーズドに関しては結構な枚数我々もですね販売してきた自負はあるんですけども、やはりですね新品に越したことがないという方多いと思いますので、そういった方はですねこちら待望のデッドストックでの入荷になっております。もちろんですね使い勝手のいいフリースですので、これは1枚持っていて損はないアイテムですので、なるべく状態が綺麗なものが欲しいよっていう方はですねこちら新品おすすめになってます。はい、ということでもうちょっと夕方になりかけてますが、今回最後のアイテムはこちらです。米軍のスノーカモの、パーカーになりますね。はい、こちらですね非常に人気のアイテムだと思うんですが、今回なんとこのスノーパーカーがですねデッドストックコンディションで300枚ほど入荷しています。こちらですね、名前が書いてある通り、パーカースノーカモフラージュ、CTN ホワイトということで、触った感じからすると、コットンナイロンの方になりますね。このコットンとナイロンの混紡素材ということで M65 の必しているパーカーのような表地になっています。非常に、張りがあって、綺麗な印象ですので、これですね春は、爽やかなコートとして非常に人気のあるアイテムだと思います。でこのようにですねフィッシュテールのデザインになっていて、着た感じこれちょっとサイズが大きいんで XL 相当なんですけど、こういった感じで、はい、これはこれで面白いアイテムなんじゃないかなと思います。でこれですね、オーバーコートということで、コートの上から羽織るデザインになっていますので、こちらもナイトデザートと一緒にですねこういった感じで貫通式のポケットになっています。これもですねもしリメイクのご要望、コメントいただければですねポケット付きの、アイテムでの販売というものもちょっと検討していきたいと思います。ちなみにですねこちらデッドストックということでこういった感じでもう紐でくくられて、さらにこういった札までついた新品未使用品になっております。ただ、やはりですね、古い年代のさらに、こういった白のアイテムということなので、結構その日焼けだったりとか、保管時のすす汚れだったりとかっていうのもですね、結構目立ってると思います。そういったものに関してはですね、うちの方でもご好評いただいている製品染め、黒染めだったりとか、いろんな色にですね染めているアイテムもありますので、こういったスノーパーカーのデザインで、こういったカラフルなアイテムっていうものもですねありなんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらの方もですねご期待ください。はい、ということで今回ですね米軍縛りでの海外入荷でした。非常にですねグッズから、フリース N3B だったり、こういったライナー、さらに薄手のコートだったりとか、非常に幅広いアイテムたくさんあるので、冬に使えるアイテムばかりですので、これらですね全て検品が終わり次第、再入荷したいと思いますので、ぜひですね再入荷通知の方よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画がもし良かったなって思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。 SNS も頑張ってるんでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。